相手が足を広げて、横っ腹を見せてくる人がいます。こういう人を攻めようとして、両足取れないですし、片足取って攻めようとしても足が回ってきて、攻めづらい時がある。で、そういう時は、その片手で足だけ殺して、この首と肩で相手の足の根元を、制することで、足と腰を制します。そして、持ち替えて、相手の足をさばいて、膝につけます。で、ちょっと、よいしょ。で、相手が小さい場合は、このまま手を伸ばして肩が取れればいいんですけど、こういうふうに大きい場合は、上に登らんといかんですね。登らないといけないんですけど、右手がこのままだと登りづらいので、こういう時は右手離して、まあ、僕は相手の内ももを取ることが多いです。取って左足を伸ばして、右手を伸ばす力で上に登っていきます。上に登ったらこの左肩を肘から出して首をすくって、まあ、できれば右手も回して首と腰をすくって押さえます。